皆さんこんばんは、チャーチネと言います。よろしくお願いします。私は個人的にですね、2年前ぐらいまでゴツゴツとメタルバンドやってまして、でそのバンドで、ここ富士アニマルネストも何回かやらせてもらいました。でまあいろいろあって、あそうですね、まあ、この話を先に言った方がいいかな。僕クリスチャンなんですけど、でバンドメタルバンドやってる途中からクリスチャンになって、でもまあメタルバンドはずっと続けてて、でなんか日曜日礼拝とか行くじゃないですか。で終わって神様とか言ってね、ちゃんとやって、でその後日曜日ライブとかあると、あのメタルバンドで死ねとか殺すぞとか言ってるわけですよって、まあ、そんな生活を続けているうちにですね、精神的におかしくなったのか分かりませんけど、まあもうなんかとにかくもうバンドやめようと思って、まあコロナとかいろいろあったんですけどね。で牧師になろうと思って、2年前じゃない、それはまあそうですね、何でもどんぐらいかな、牧師になろうともう一回全部やめようと思って、でまあ今進学校というところに通って牧師目指してるんです。でけどまあ結局その音楽ずっと好きなんで、でまあ教会音楽という形で神様を賛美する曲という形で音楽を続けていく、風になりまして、でありがたいことに、昨年このイベント出させてもらって、まあ拙いながらも2曲弾き語りをやって、でまあ、今年に入ってからは都内のライブハウス、以前メタルで出てたライブハウスなんかにも出させてもらえるようになりました。で、まあ、そんな経緯で本当にこのイベントを大変感謝してて、今回も本当、出れて嬉しく思います。ありがとうございます。それで、まあ、今回力強い助っ人を2人を連れてきまして、なんと現役牧師さん2人なんです。ご夫婦で現役牧師2人という、で音楽もやられている、いろいろ本も出されてたり、音楽 CD 出されてたりとか、あとはもう先生、進学校の先生だったりとかね。あ、まだです。あ、確かに。あ、進学校ミッションスクールの先生になるの。もう本当にすごく、はい、優れてるお二人を連れてきて、今日は心強くやりたいと思います。で、まあ一人一曲ずつのオリジナルで3曲やろうと思ってます。で、まあ1曲目はじゃあ自分の、曲で It's All Right というのをやりたいと思います。よろしくお願いします。
自分の、It's Alright という曲でした。続きましてですね、端っこの、本当に牧師さんの、はじま先生のですねオリジナル曲、しっとりとしたバラードです。何か、ありますか？ありますか？ちょっと雰囲気が落ち着きすぎてるかな。歌詞もでもそんなにゴリゴリとしたそういう感じじゃないですかね。僕もねこれコードをね、本当はピアノ弾きながら歌ってるようなスタイルだったんですけど、今日はピアノもないんでちょっと頑張って、私ギターでちょっとコードを拾っていきたいと思います。では曲、はい、これあれですか、ちょっとすみません、これは4小節僕が弾いてからですかね。まあ、はい、これあ、それでじゃあ何小節、はい、まあ、2小節ぐらい2小節でもう、もう歌ですか。あ、やっぱイントロ、イントロ分かりました。今そんなこと言ってるどうするんですか、すみません。はい、少し心にいていい。
ました川のほとりにという、はじま先生のオリジナル、まあ、先生って言ってしまいます曲なんですけれども、奥様の、ジェシさん、ジェヒハルカさんという名前もありますけれども、韓国の方ですよね。なんかあの、で YouTube とかいろいろお笑い系の YouTube みたいなのやってますけど今日はあんまりそういう感じは出さずに、あ、そうですか、もうでもあれですよ、やってもいいです、はい、最後まで行きましょう、はい、おとなしいですね。まだ時間あります、時間、じゃあ、今日は2時間もいただいてるんで、あ、2時間じゃないですか1人、説教は30分かける帰っちゃいますかね、皆さん、まあでも、まあ、別にゴリゴリで押すつもりはないですけど、なんか聖書とかに興味持ってくれたらいいなという気持ちで私たちはやってるので、まあ、そういうところちょっと覚えてもらえるかなと思ってます。それでは最後になりますけれども、あ、今日本当にありがとうございました。僕たち割と遠くから来てて、このコロナの時期でね、なんかちょっと前だったら来るなっていう感じだったかもしれないんですけど、今回断られることもなく、また出させていただいてありがとうございました。またよかったらぜひお誘いください。よろしくお願いします。この前はね、僕はちょっと途中で帰っちゃいましたけど、今回はちゃんと最後まで行って、お酒も飲もうと思ってますので、はい、また集大さらさないで、そうです。あいつ結局変わってんじゃん。それではね、何が僕しかないでいいんじゃないですか、はい、これ、はい、初めてバンドですか、はい、そうです。この3人が、この、なんだっけ、このイベントのために。あ、そうそう、で、2人はね、もうライブハウスは初めて。初めて。緊張してて、ね。僕も前回ね、初めての弾きが出て、すごい緊張してて、いやこれはやばいなと思ったんですけど、もうやっぱねジジイっていうのは嫌でね、なんかもう今緊張してないですね緊張しろよ少しはっていうね、思いますけど、はい、じゃあですね、そのジェシさんの、オリジナル曲、結構楽しいプログレッシブな曲をやりたいと思います。そうなの、はい、一回も会ったことがないっていうね、はい、緊張してますよあれ本当に、みんなの顔が見えた方がいいんだけど、なんか見えないから、なんか大事です、あれ超ビアの、はい、すいません、はい、見えてください、はい、Bye.
ありがとうございました。